事態は急を要する。早速本題に入りたい。実は5日前、火星の国連総会がある作戦の発動を承認した。作戦名は R、 ミッション R。 内容を簡単に説明すれば、世界各所に残っている核ミサイルを MME 本拠地に向け一斉に発射するというものである。ここだ。核ミサイル。核？なぜ核が残っている？どこにあるんだ？何も聞いてないぞ。静かに、静かにしろ。まだ説明は終わっとらん。諸君らと同様、私もドミノフ司令も使用可能な核兵器がこの地上に残されていたとは知らなかった。今の今までな。ネルソン司令。いや、事情は全て明らかにすべきだ。ここは火星ではなく地球の最前線なのだからな。激化していく大戦の中、 MME が決起、核をはじめ強力な SVE 弾頭を装備したミサイルが奴らの手によって世界中の軍事目標へ、都市へと降り注いだ。だが実はまだ世界各所にはミサイルサイロが三十数箇所残されていることが分かった。いや、分かっていたと言うべきだろう。だがその事実は、MME 駆逐後に再び始まるであろう東西対立に備え、それぞれの陣営の上層部が伏せたのだ。もうそのくらいでいいだろう。上層部の思惑がどうあれ、我々の使命は作戦の遂行にあるのだ。諸君らの使命はこれら地下ミサイルサイロの蘇生作業にある。サイロのコントロールラインを再び使用可能なものとし、司令部との回線を復活させるのだ。我々はそれまでに仮設コントロールルームを設置し、各ミサイルの発射に備える。この作戦のため、火星からは戦闘補給物資を積んだカプセルが地球へ向け発射されている。各部隊は可能な限りこれらを回収し、全力で作戦に臨むよう。作戦の第二ステップは、非戦闘員を含めた全員が核ミサイルの着弾地点から最も遠いこれら沿岸地帯の地下シェルターへと退避する。大陸中央に核攻撃して我々は生き残れる。シェルター内に逃れれば助かるという保証は。その通りだ。変が大きすぎる。そうだ、その通りだ。一体どうなっちゃう。無理だ、無理だ。事態は急を要する。そうでしたね。くだらない議論をしている時間はありません。作戦の発動を。くだらん議論だと？なんだ？銃より言葉が好きな奴は軍服を脱げ。今必要なのは唯一作戦遂行のための行動だ。はぁ、おじさん、何やってるんだ。おい、回線をつなげ。急ぐんだ。こちらこそ。よし、空組。よし。
何数えて。食うか？いいよ向こうへやりな。そっか。16、17、18。キャンディーじゃないんだぜ。いくら数えたって落ちてきや。あ、落ちた。流れ星か。久しぶりだ。そう、昔はよく見たわ。そしてよく祈った。祈る？父に教えてもらったの。流れ星が消えるまでに3回心の中で願いを唱えると、どんな願いでも叶うって。ふーん、迷信だよ、迷信。その通り、迷信だった。何一つ叶わなかった。サンディ、分かってるわ。言っても仕方ないってことは。ねえ、今願いします。それから一応への どうやら今度のはただの流れ星じゃないようだな。東南東約16キロ地点。カプセル？火星からの？間違いない。もう2つ降下してる。よーし、来たか。ぼやぼやしてらんねえ。俺たちも回収に向かおうぜ。潜望鏡振動。潜望鏡振動。浮上。バラスト排水浮上。エンジン停止。エンジン停止。よし、回収隊を出せ。はっ。いいか、回収はできる限り短時間で行うんだ。行くぞ。回収隊、作業を開始しました。よし。いや、待ってください。水中超音機に反応。回収隊、水中にエネルギー反応だ。回収急げ。データにない。新型だ。新型？あがくのはやめろ、人類たちよ。喋りやがった。我々の前に屈服するのだ、人類たちよ。我らが総統ゴーンの前に。
水車砲弾が通じねえ。接近しろ。なんだ全速交代。もういい。彼女のことをどう思う？確かに少し疲れているのかもしれないな。それだけかな。朝になる前にはサイロへ着けそうね。どうやら何の邪魔もなく着きそうだ。誰にも邪魔はさせないわ。隊長、後方12時、敵哨戒機接近。スピードを上げろ。大丈夫か、サンディ。
あったまいて。気が疲れたのね。よかった。味の方は保証できませんけど、よかったらどうぞ。冷めないうちに。ありがてえ！あなたたちが、私たちをここまで？あら？もう一人、ミッティって言ったかしら？一緒にここにいたはずなんですが。心配ないって。どうせいつもの探検ごっこだろ？結構使えるもんがあったよ。ほんと、すごい量。あなたたちは一体？ジオクレス。それが私たちグループの名前です。ジオクレス。あなたたちが何をしに来たのかは察しがついております。間に合ってよかった。どういうこと？死へと追いやる。これ以上の環境破壊はすべきではない。絶対に。そういうことです。私たちは人類が勝つために、そのためにこれを使うのよ。たとえ人類が勝っても、地球が死んでしまったら、住む場所をなくしてしまったら、何の意味もありません。だからここを埋めたっていうの？バカバカしい。サイロは他にもあるのよ。綺麗事はやめて。時間がないわ。すぐに掘り返しましょう。おいおい、ブルドーザーなんかないんだぜ。一体どうやって？マジかよ。どういうつもり？ミサイルは発射させません。どんなことがあっても。武器を取って戦おうともしないあなたに、そんなことを言う資格はないわ。どきなさい！種？そう。これは復活の木の種です。復活の木？それは、すべての生きとし生けるものが滅んだとき、再び、その命を大地に生み、育て、花開かせる力を持つと言われる、伝説の木でもあるんです。私たちジオクレスは、あの廃墟の地下にあるシェルター都市の一部に、汚染されていない土を集めて、その木を育てているんです。そして、いつか地球に平和が蘇った時、世界中にその木を植えようと、その種をこうして持ち歩いているのです。自然復活のエンブレムとして。
流したわ。友を、仲間を失ったわ。あなたたちが夢物語に酔いしれている時に。そして、今やっと、やっと二つの陣営が歩み寄って、ここまで来ることができたのよ。サンディ。もう一度言うわ。これが最後よ。そこをどきなさい。スコア、サリーたちを交流して。おいおい、何もそこまでしなくたって。落ち着け、サンディ。ここで焦っても仕方がない。第一、この連中を交流したところで。バウアー、あなたまで何よ。この連中は反逆者なのよ。違う、命の恩人だ。同感だな。それに俺は武器を持たねえ連中に手を出すのはごめんだ。主義に反する。みんな、みんな一体どうしたっていうの？勝手にして。私は一人でも作戦をやり遂げてみせるわ。立ちなさい、サリー。中央第28ミサイル基地、つながりました。洋上第7基地も接続完了。北部第43基地、接続終了。司令、東側より報告です。モスクワ、東ベルリン、ほか14カ所の基地と接続完了したそうです。残るは旧第3 ICBM 基地、バウアー隊のみか。こりゃ相当のチューブルだぜ。ま、どんなセコハンだろうと飛びゃいいんだけどな。飛んで破裂してくれりゃ。戦うだけのセコハン、俺と同じだ。え？そっちはどう、スコア？ああ、こっちはオッケー。チェック完了だ。第1、第2、第3、安全装置解除。第1、第2、第3、解除。発射口自動開閉装置オン。開閉装置オン。液体酸素供給弁オープン。供給弁オープン。作戦本部へコントロール回線接続。回線接続。どうだ、サンディ。オッケー、接続完了よ。自動発射装置オン。発射装置オン。バウアー隊繋がりました。よし、カウントダウン開始。各基地自動発射装置に接続。了解。時間がないぞ、サンディ。ミサイル発射まであと10時間を切ってる。さあ、早いとこずらかろうぜ。あなたたちはどうするの？もちろん残ります。シェルターに戻って木を守るために。何を言ってるの？ここは敵の本拠地。つまり爆心地からわずか20キロしか離れてないのよ。分かってます。分かってないわ。20キロじゃシェルターなんて何の役にも立たないのよ。間違いなく消滅。分かってます。そう、分かったわ。勝手にすればいいわ。待って。私たちが死んだら撒いて、サンディ、あなたの手で。核攻撃？間違いありません。人類どもの旧ミサイル基地のいくつかから、それらしいエネルギー反応が。面白い。奴らの作戦にしては上出来だ。
だが所詮悪あがきに過ぎん。無理もない。彼らにはまだ我々の実態が把握できていないのだ。このままミサイルを発射させるもよし、させぬもよし、監視だけは怠るな。はっ。復活の木、それは全ての生きとし生けるものが滅んだ時、再びその命を大地に生み育て花開かせる力を持つといわれる伝説の木でもあるんです。あなたなら分かってくれるはずです。パパ！サンディ、お前の手で撒くんだよ。そして育てるんだ。さあやってごらん。きっとサンディも分かってくれる。どうかな、火星からの贈り物の具合は。はっ、ただいま組み立て中であります。どうします、絶経路を取れ。了解。カイロも立たれた。俺たちを生き埋めにする気かよ。そうはさせないわ。応戦するわよ。できるだけ接近させるんだ。分かってるよ。大丈夫か、サンディ。あれは、ラスト、今だ。一体何をしようってんだ。喋らすのよ。喋らす？努力を投入して。まずは自己紹介をしてほしいわね。なぜ喋る機能を持っているの？私の言ってることが分かってるんでしょ？こいつ笑ってやがる。何がおかしいの？分かるまい、理解できまい。物質である肉体こそが全てであるお前たち人類どもには。どういうことだ。たとえパワーが失われようとも、ご恩は不滅だ。悪も放射能も何の役にも立ちはしない。なんですって。見て、発射しろ、ミサイルを。自らの生態圏を自らの手で破壊せよ、人類ども。なんてこった。このままじゃ奴らの思うツボだ。司令部、応答願います。ネルソン司令、応答願います。ダメだわ、デリンジャー現象かしら。全く通じない。いや、違う、奴らのせいだ。通信を妨害されているんだ。やってくるぞ。もたもたしてると八方塞がりだぜ。
しけたつらすんなよ。こいつを見せりゃミサイル発射は中止させられる。心配するな、任しとけ。こんなところにこれほどの木が。地上にある80基近い就航機が日の光を受け、それを光ファイバーが地下まで光を伝えているのです。水も空気も全てろ過したきれいなものです。かつては世界中にあった美しい水と空気、そして今はこの木だ。本当に守るべきものを忘れていたようだ。サリー、もうすぐここに敵が攻めてくるわ。ここに立てこもってバリケードを作るのよ。あなたたちも手伝って。そしてこの木を守りましょう。司令、すべてのミサイル基地とコンタクト完了しました。カウントダウンを。どうしたのですか司令、カウントダウンを。おかしいとは思わんか。奴らがこの計画を未だ気づかぬはずがない。なぜ核ミサイル基地に集中攻撃を仕掛けてこないのだ。司令、時間がないのです。目標、敵基地上空500メートルの空域。着弾予定時刻は60分後とする。はっ！
よせ、サリー。火が燃えていく。許さない。私たちはこの木に全てをかけてきた。この絶望的な地球でこの木は唯一の希望だったのに。許さないわ、サリー。離して。木はまた植えられるわ。種をまけば育つ。でもそのためにはこの大地を、地球を救わなくては。あなた、弾切れだ。もう一発も無駄にはできん。こんなものどこから持ってきたの？あっち、他にもいっぱいあったよ。いっぱい？うん。システムオールグリーン、発射まであと32分。すごい量だわ。全システムオールグリーン、自動発射まで21分であります。うん、止まれ、止まるんだ。うるせえ、レイカに用があるんだ。時間がねえんだよ。通せったら通せ。地上だ。これで全部か？フォルティ！十数分後には発射される。我々も緊急離脱だ。司令！全ミサイル基地、オートコントロールシステムをオフにしろ！急げ！発射は中止だ！急げ！コード S 発令、全ミサイルは発射を中止。いや、まだ第4サイロがカウントダウンを。うん。すべてを灰に。我々はまた同じことを行うところだったのか。
ありがとう、ホルティ。礼には及ばない。我々が担当した基地からの帰り道だっただけだ。軍人さんの悲しき習性か。撤退するぞ。また会おう、サンディ。私たち必ずこの地上にもう一度木を育てます。サンディ、あなたもいつかどこかでその種を。火星の国連宇宙局並びにこのメッセージを聞く全ての皆さん、私はサンディ・ニューマン。地球に取り残された人々と共に MME と戦うゲリラです。皆さん、今この地球上にはただひたすら明日を、火星からの救出部隊の到来を信じて戦い続ける人々がいます。日増しに協力化していく MME は。サンディ、待ってて。みんなを連れて、きっと戻るわ。